僕も早く脱出しなくては。一刻も早く脱出しなくては。一刻も早く脱出しなくては。
すぐに瓦礫と化す。一刻も早く脱出しなくては。フランスには私がずっと会いたいと願っていた人物がいた。パリの虐殺者として名高いウィリー・シュンツェル大佐だ。彼は第一級の標的だったが、近づこうとした者はことごとく失敗していた。そんなある日、大聖堂で略奪した美術品を彼が視察に来るとの情報が入った。金目のものには目がない男。聖堂の扉はすべて閉ざされており、唯一侵入できそうなのが地下墓所から通じる入り口だった。とはいえ敷地内の警備が厳重なことに変わりはなく、慎重に突破口を見つけ出す必要があった。